おはようございますテクニカルアナリストの森吉でございます今日もテクニカル分析やっていきますよろしくお願いいたします今日は2月の11日金曜日ですお題はこちら 金利が急上昇を織り込んでなかった CPI 発表で株価急落という話をしていきたいと思います。CPI がね、非常に注目をされていましたが、物価高水準が明らかになりました。え物価価高でもこれ織り込んでなかったのかなというふうに感じたので、ちょっと深掘りをさせてください。え最後、テクニカル分析一目均公表プラスマーク D を使って各指数を見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、このチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝7時目標、7時半までに動画で投稿していきます。皆さんと を毎日株を考えていくチャンネルになるのでぜひチャンネル登録お待ちしておりますでは早速日本株の終値から確認をしていきましょう3指数揃って上昇です日経平均株価0.42%トピックス0.53%マザーズ2.46%マザーズは2日大きく続伸していますね 日経平均、午前中ちょっと怪しい場面がありましたが、なんとこはプラス圏を維持。東京エレクトのアドバンテストといった半導体銘柄や、あとはホンダとかのね、高決算銘柄が支えた形になっております。コロナの新規感染者数確認しておきましょう。おととい9万7800人に対しまして、昨日が9万9600人ということで、再び増加しております。アメリカの株価確認していきたいと思います。こちら5時35分時点ですので、終わり値は別途また皆さんで確認しておいてください。 ニューヨークダウンの,の,の,のヒートマップを見ていただくとかなり大きく、ね、いろんな銘柄で下げているということが分かると思いますし主要銘柄でもねほとんどの銘柄が下げてしまっているということが分かるかと思いますそれらを踏まえた為替コモディ日経先物がねまず271円300円弱の下落となっておりますドル円は上昇しています15 1円の95銭という感じです原油は金やほぼ横ばい券ビックスがまた急上昇してい いたりとか金利も急上昇していますね、小型株下落、ソックス指数も3.34%、最近、ボラティリティが激しいですね、下落していて、日経先物マイナス300円弱の下落ということになっております、暗号資産も総じてマイナスですから、やっぱりリスクオフムードの方が強いなという印象でございます。 では見ていきましょう。CPI 発表で物価高水準が明らかに、物価高を折り込んではいなかったのということで話をしていきたいと思うんですが、まずは日経新聞読んでおきましょう。朝方の CPI が市場予想を上回る、そして米連邦準備委員会交換の高派発言も伝わったということですね。で、こういった急速な利上げがですね、米経済を冷やすとの見方から景気敏感株も総じて売られているということでありました。まずはちょっと CPI 確認しておきましょう。一番注目なのがこの前年同月比 で、すすけども7.3% 7.5%予想にに対しし、ね、しててのの上上昇昇ととととといいいううここででから物価幅は非常に高いということでしたで22時半に発表になってるんですが、長期金利を見ていくと、やはりこの22時半に急上昇していることが分かるかと思います。なので、まあ、このね、CPI は予想を上回ったっていうのはね、ちょっとネガティブだったんだろうな、ということは想像しておいてください。で、株価の推移を見ていくと、CPI 発表後に株価が動き始めてますから、マイナススタートなんですよね。ただ、冷静に見てみると、これ、ナスタ なんですがぐーっと取り戻していって日中1回プラスになる場面もあったんですねでそこからの横ばい圏を維持しながらここでガクッと下がるということだったんですがここで一体何が起こっていたかというと用心発言があったわけですね、えー、ブラード総裁ですねセントルイス・レンギン総裁が FOMC で0.5%利上げ支持ということでした。 でただこの0.5%の利上げっていうのは結構話として出てきたにもかかわらずなんでいきなりこんな風に、ね、株価が下落するような反応が起こったのかというと、えー、セントルイスレンギのブラード総裁は2月の2日時点ではこの初回 50BPS 要は 5%0.5% の利上げを否定的だったんですねでも月初と言ってることが違うやんけということでこの状態がですねサプライズを読みまして株価が下落していったということでございますで気がつけばですねこんな感じになってるな これは何かというと、イールドカーブと言いまして、この結果、2年金利がより急上昇してましたね。さっきの金利の水準を見ていただくと、ここですよね。2年金利今日18%上がってます。で、長期金利も急上昇して5%上がってるんですが、この短期金利がより急上昇し、長期金利よりも上昇しているんで、2年金利がぐぐぐぐっと上がってきた。んで、結果、10年金利と2年金利の差がかなり縮まってきて、で、これがもし逆転してしまった場合には、 逆イールドといい、景気交代をね、示唆させるような動きになりますので、で、かなりそれが近づいてきてますから、これはちょっと注意が必要だなと。で、この金利の差が生まれるとですね、金利の差が少なくなるとですね、金融株もね、結構売られる傾向が出てくるんですね。で、それが、まあ、昨日金融株も含めての大きな下落というふうになっているのかなというふうに思います。ここは本当に注意が必要になってきたなというふうに感じております。 そして、えー、こちらは長期金利、10年金利とナスダックとの比較なんですけども、何が見たいかっていうと、まずは2年金利が2%を超えてきたということで、これ前回の利上げ局面がこの辺なんですよね。でやっぱりまあ金利が上がっていくっていうことがわかると思うんですが、その時と同じぐらいの水準までもう戻ってきたよということですね。かなり高水準になってきた。そして今、上昇チャンネルの中にいるので、まだ上がる可能性が高いよ、みたいなことを指しています。そしてこの金利が急上昇している局面っていうのは、下にね、これナスダックと 長期金利の相関係数を出してますけどもやっぱりこう逆相関しちゃうんですね逆相関している状態で金利が急上昇するっていうことはやっぱり株にとってネガティブであるということになりますので,で直近はやっぱりまあネガティブに働きそうだっていうことですよね、えー、なんでより注意が必要かなというふうに思います 実際に3月の FOMC を超えれば少し落ち着くとは思うんですがそこまではまたこういうふうにネガティブな状態がもしかしたら続くかもしれませんねということで2の動画のまとめです CPI が予想を上振れてマイナススタートで株は始まったということですえ金利も上昇して株はほぼ全面安からスタートしています株価は日中ある程度落ち着いてきたところでセントルイス連銀総裁が発言をひっくり返すということでございますこれはちょっとし、うん、困ったもんですねえ短期金利急上昇で超短金利差が縮小ということですもしもこれ逆転 がが起こっってしまうととちょっと注意が必要になってきます要人発言後は金融株もマイナスに触れ金利の急上昇が止まらない場合にはさらに警戒が必要そうであるというのが相関係数から分かることじゃないかなというふうに思いますでは今後の市の売買戦略一目均衡表プラス MacD を使って見ていきましょう はい。まずは日経平均株価から見ていきたいと思います。昨日もプラスになっていて、でも要線でね、基準線を超えるか超えないか、この赤い線ですね、超えるか超えないかっていうところまで来てたんですね。で、Mac にもこう、プラスの状態が続いてましたから、いい感じで来てたんですけども、えおそらく日経先物、まあ金曜日のアメリカ市場の動きも含みますからね、まだなんとも言えませんが、マイナスになりそうだ、基準線はやっぱりなかなか超えられなそうだということですので、えちょっと週明けはね、下落に要注意というところで見ておいてください。トピックスを見ていくと、一目銀行表の雲のねじれがちょうど 起こった直後ななんですねそして昨日はほぼ十字線のような形もしかしたらこの流れの転換を示唆させるような動きなのかもしれないのでちょっと注意が必要かなとで見ていただきたいのはこの基準線がちゃんとサポートしてくれるかどうかマックリーの状態はとてもいい状態ですからねサポートしてくれるかどうかが注目かなと思いますマザーズに関しましてはまだまだっていう感じなんですけども昨日の上昇は、ね、かなり希望の持てる転換線の上まで来るような上昇でしたただまあ今日の動きそして明日のアメリカ市場の動きを織り込んでどっちに行くかって ととといいいう形ですすからちょっままだ中立に見ておきた思ニューヨークダウンはね昨日,の今日の下落昨日の下落によってですねこの上昇トレンドラインかなり短期の上昇トレンドラインをねまたちょっと下に抜けてしまったかなという印象でございますまだちょっと終わりでねね、ま、確定していませんのでちゃんと確認をしておいていただきたいんですがまたちょっと下落懸念が出てきてしまったかな一目均衡表情では雲の上に抜けてほしかったんですけど抜けることなく逆に雲の下までまた潜ってしまったということになっております let's S&P 見ていきましょう。S&P もですね、残念ながら下落。これが基準線割れ、転換線ギリギリぐらいのところにいると。マック d もちょっと失速した感じですよね。ナスタックにもほぼ同様のことが言えますね。基準線の下、転換線よりはちょっと上にいるかなという形ですが、またちょっと失速気味っていう感じですね。明確に前回高値を超えてきたっていう感覚もないですから、ちょっと危険信号だというふうに捉えておいてください。ラッセル見ておきましょう。ラッセルはね、なんとかこの上昇トレンドラインはまだ維持していますよね。小型株が持って くればラッセル2000が持ってくれればまあ、一番先行的な指数だと言われますからそしてせめてこの青い線ですねここが過去のレンジの下限なんですけどもここを超えてくるとねまた雰囲気が変わると思いますので短期的には下落を懸念しておきましょうはいでは今日の動画のまとめです日本株上昇米株の反発を受けてということでしたが一方で米株は下落 CPI 発表からの用心発言の影響でしたでその CPI というのが予想を超えていましたよそれによって金利が上昇し株は下落しましたよで落ち着いたもののブラードを発射ということで発言ひっくり返す ととととといいううこここでででちょっとおこですということでした超、えー、短金利差縮小金利急上昇懸念増大ということでね、超、まあ、短金利差の話も、ね、ちょっと複雑なんですけども、長期金利自体も急上昇しているということで株にもネガティブですよね。この辺本当に複雑ですから、まあ、日々ね、えー、少しずつ紐解いていただければなというふうに思います。トピックスの冷やしの一目均衡表の雲のねじれ、ちょっと怖いなと思います。結構ここまでぐぐぐっと上がってきてましたからね。えー、ある意味での一つのつ転換点 下落の方に変わってしまうと怖いなと思いました。ニューヨークダウンの上昇トレンド下方ブレイクということで、上昇トレンドラインを引いていたんですが、あれを維持してね、どうせだったら高値付近、高値超えるぐらいまで行ってくれると非常にいいなと思っていたんですが、まあそう簡単にはいかないなといった感じでございました。では今日もお知らせを入れさせてください。えー、個別銘柄男と子分析するマガジン配信中です。昨日ソフトバンクグループの記事を配信しておりますので、ぜひこちらご覧ください。今ね、ここには全県本社出てますけども、ソフトバンクグループの決算の内容がかなり 複雑だったのでそのでそ内容をアップデートしておりますでどういう風に見るか、まあ、今はねまだそんなに期待できるっていう話ではないんですがただ期待できる部分がちゃんとあるよということを分析していますのでそこをぜひご覧いただければと思います初月無料になっております QR コードや概要欄リンクの方からぜひチェックをしてみてくださいまたこういった内容を Twitter や v o シー y を通じても発信をしておりますボイシーは毎朝5時音声番組に配信しておりますのでよかったらこちらもチェックしてみてくださいということで今日はこんな感じで終わっていきましょういやアメリカ市場がね本当に CPI 物価に振らされ ていいいいるるとととうう感じでではははあるんすすががこ、まあ、これはいかんせん仕方ななに思ましばらくはですね、この物価水準っていうのをしっかりと見ていくことがポイントになると思いますのでえ、毎週毎月しっかりと見ていきましょう。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタン、また明日以降もねえ、テクニカル分析続けていきますので、明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。